いつだね。ここからは私のステージだ。霊夢です。フルーツジュースにしてやるぜ。マリサなんだぜ。やめてください、お願いします。別に霊夢をフルーツジュースにしようとしたわけじゃないんだぜ。ああよかった、フルーツジュースは嫌だったんだよね。そうだとかならよかったのか。めいちゃん家のお風呂のお湯にしてほしかった。いや、キモすぎるんだぜ。大丈夫大丈夫、私女だから。この話広げるのも怖いから、早くカツラバコウタのステージにするんだぜ。むむむ。カツラバコウタ解説始めるんだぜ。そういやオレンジアームズ。今回は外務本編のストーリーと一緒にコウタを雑談解説していくよ。ラジラジャー。仮面ライダー外務の主人公。1993年1月30日生まれ。20歳矢印21歳。両親はすでに他界しており、姉のアキラに育てられてきた。ライダーシリーズではなぜかお決まりになりつつある、両親の設定なんだぜ。チーム外務のリーダースミーユーヤから、面白いものを入手したから見せたいとの連絡を受けて待ち合わせ場所に行ったが、ユーヤはおらず、そこに開いていた入り口から異世界であるヘルヘイムの森に入り込んでしまう。そこでインベスに襲われ、ユーヤが落とした戦国ドライバーと異世界内で入手したロックシードを使うことで仮面ライダー外務の変身者となる。ヘルヘイムの果実を食べようとしてた時に白子インベスが近づいて、ビビったおかげで果実を食べずに済んだんだぜ。白子インベスが近づいてくれなかったら、ベルト入手前に果実を食べてしまうから1話で物語が終わってしまうね。白子インベスに感謝なんだぜ。変身能力を得てもすぐには何に使ってよいかわからず、姉の前やバイト先でも不用意に変身してみたり試行錯誤が続いた。とりあえずチームに戻ってバイトもやめ、インベスゲームでの賞金稼ぎにのめり込んではアキラに叱られたりもしていた。楽して稼げるようになると、バイト辞めたくなるのわかるんだぜ。意外と大変だもんね。てか、ダンスやインベスゲームでどうやって稼いでるんだろ？投げ銭やチームグッズ販売とかで稼いでるかもしれないんだぜ。コウタの様子を見てると結構儲かってそうだね。もしかしたらインベスゲームで相手から金も取ってる？ポケモンみたいなもんだね。しかし、再び訪れたヘルヘイムの森で仮面ライダー残月に襲撃を受けたことでライダーの力がルールに基づいたゲームではなく、本当の命がけの戦いのための力であったことに気づき、一時期はそのことに怯えて変身することをためらってしまうが、同じくアーマードライダーとなることを選んだ呉島光真の姿勢などに触れ再び立ち上がり、チームに自分の力が必要な時には変身して戦うというスタンスを取り、チームは光真に任せて再び仕事を探している。楽しそうに家の中で変身練習してる状態から変身が怖くなる展開はちょっと心に来るものがあるんだぜ。そうだね、さらに大きな力の使い方について今後考えていく上での最初の試練でもあったね。コウタはカイトやミッチとは違って、覚悟のない状態で変身してしまった感は確かにあったんだぜ。だからこそこの変身することへの覚悟を決めるシーンは序盤でありながらも超かっこいいんだぜ。だね。オーレンに対しては、明らかに勝てる相手を一方的にいたぶり、本領だけで満足しないで若者たちにちょっかいを出す点に関しては不愉快に思っており、戦闘中に彼に説教をしたこともある。オーレンのしてることって、身勝手な正義感によるもので自粛警察に近いんだぜ。近いとは思うけど、他に正式に取り締まる組織がない点で大きく違うと思うよ。どういうことだぜ？自粛警察の場合は本来は警察が行うべきことを勝手に行ってるわけだけど、オーレンの場合は警察が実質的に機能してない上、ユグドラシルは放置してる状態で、市民から需要はあったんだよね。だから同じ勝手に処罰を下す行為であっても自粛警察と違って市民のニーズには合ってるんだよ。だからオーレンは正義感を振りかざして勝手に自己満足してる自粛警察とは違って他者からの一定の評価があったのか。そうだよ、まあ、ビートライダーズからしたらどっちにしてもたまったもんじゃないけどね。ヘルヘイムから強力なインベスがざわめしに現れていることを知り、自分たちで解決しようとし、ミッチと共に新たなゲームをアーマードライダーやシドに持ちかけて森の秘密を探ろうと試み、ユグドラシルの作業員に化けて森の中の同社の作業ブースに潜入するが、そこで同社の社員たちがアーマードライダーたちをモルモット呼ばわりし、インベスゲームも仕組まれたものであったことを知って憤慨する。この時にハセちゃんのベルトが、さすがは呉島主任だね。正直、モルモットにしてるならベルトを壊した時点で体や心に影響がないか調べるべきなんだぜ。それをするだけでも、ハセちゃんは、あの時はインベス大量発生ライダー集結で主任一人では手が回らなかったからね。逆に今まで主任一人で足りてて化け物スペックすぎる。ユグドラシルから監視されていることを危惧するミッチからはその後の変身を反対されるも、インベスに襲われる人々を見過ごしておけず変身するなど、徐々にその力を人々を救うために使おうとした。
前話で残月の正体に気づいたミッチ的にはコウタにはもう変身してほくなかったんだぜ。コウタへの純粋な心配と自分の素性がバレる心配両方からの思いなんだろうね。うん、そして二人に明らかな溝が生まれた重大な回でもあるんだぜ。この時にミッチが素性を言ってくれれば。ね。素性を言えないほどコウタとの関係性を大切にしてたんだぜ。長谷良次のインベスカを目の当たりにし、諦めきれず彼を救おうとするが果たせず、ラットの負傷を招いてしまう。さらに目の前で長谷が変化した壁じゃインベスは倒され、ユグドラシルに囚われてしまう。長谷じゃーん。まさかこんな序盤で死亡者が出るなんて。衝撃的だったよね。さらにここで怪物の正体がもともとは人間であることが明らかになるんだよね。平成2期は人間が怪物になる展開は多いがインベスのように元の理性がなくなるのは稀なんだぜ。ファントムも近いが本編内で新たになった者はいない。人間としての理性がなくなれば、それはもう死んでいるのとあまり変わらないもんね。その後も次々とユグドラシル幹部からその目的を明かされ、目的のために多くの人の犠牲を厭わない彼らの姿勢にさらなる怒りを募らせるも、第22話にて再びユグドラシルタワーに乗り込んだ際、自身が最初に倒したインベスが雄也であった事実をタカトラから突きつけられ、友人を手にかけてしまったショックからしばらくは落ち込んでいたものの DJ サガラに希望の対価に犠牲を要求する世界をぶっ壊せと諭されたことで奮起。勝ち時ロックシードを受け取りユグドラシルタワーに突撃、黒影とルーパーたちや残月神と戦いタワーのスカラーシステムを破壊した。雄也の真相を聞いた時は私もびっくりしたんだぜ。てっきり闇落ちライダー的な感じで登場すると思ってたんだぜ。まさか1話で戦った相手だとは思わないよね。それを知って1話を見返すと逆コインベスの行動も実は助けを求めていたんじゃないかと思ってしまうよ。そう考えると辛いんだぜ。でも、コウタはその真相も乗り越えて勝ち時アームズに変身するんだぜ。ジンバーの時は強力な力に驚いていたけど、勝ち時は力を何のために使うかはっきりしてるからまっすぐ覚悟を決める感じがいいよね。空中から飛来してくる勝ち時がかっこいいんだぜ。そして勝ち時対残月神の勝負は両者一歩も引かなくて熱いんだぜ。一歩も引かないどころか残月神が前線してるんだけど。これ勝ち時アームズの初変身なのに。さすがはクレシマ主任だぜ。オーバーロードインベスに接触を試みるが相手側に意思疎通するつもりがなく失敗。タカトラと和解し味方になったと喜ぶも、彼とミッチが兄弟であることはまだ知らず、残月神がミッチに入れ替わったことも気づいていなかったためカイトから暗に忠告を受ける。せっかく世界を救う解決策も見つかり出して最強の仲間タカトラを手に入れたのに裏切りに遭うなんて。一応、タカトラが裏切られた原因はコウタにもあるよ。DJ サガラから得たオーバーロードの情報や勝ち時のことをミッチに話してしまったことがきっかけで龍馬たちがタカトラに隠し事ができなくなり、タカトラを始末する必要があったんだよね。誰にでも何でも話すのは良くないかもしれないんだぜ。力に溺れ殺戮を楽しむデイム種の姿を垣間見たことで、彼らとの話し合いは不可能と悟り、あと一歩のところまで追い詰めるが、デイム種を生け捕りにしたい戦国龍馬の指示を受けたユグドラシルの妨害を受け瀕死の重傷を負ってしまった。そんな彼の前に DJ サガラが現れ、言葉巧みにオーバーロードインベスと同じくらいの力を求めるように誘導されかける。彼の誘いにあえて乗り、極みロックシードを入手し、オーバーロードに匹敵する力をもってして暴走するデイム種を撃破した。外務最終フォームの誕生なんだぜ。デイム種を圧倒してたから強さは圧倒的だけど、禁断の果実から直接作っただけあって、今後の不安を感じさせる力でもあったね。でも、声収録テストではデイム主役の杉田さんが将軍かよーって言って役者陣は爆笑だったらしいんだぜ。さすがは杉田さんだ。食事をとっているシーンで、カレーの味が薄いといい、同時に食欲が湧かないと作ってくれたカレーを残す。英治の時と同じなんだぜ。どんどん人間から離れていってるね。レグエと対峙した際にインベス化する自身のビジョンを見せられ苦悩するも、それでも他人を救いたいという決意を固めてそれを振り払い術を脱する。この回の話はほんのちょっと違えば、コウタとユウヤの立場が逆だったかもしれないことを示していて運命の奇妙さを感じるんだぜ。ほんとだね、二人の違いは果実を手にした時にベルトを腰に巻いていたかどうかだけだからね。あと、この回はジュジュオンシュがいいやつすぎて笑っちゃったよ。可愛いんだぜ。ジュジュオンシュは前回、ミッチのガードベントにされて死んでます。前と入れ違う形でロシオの元にたどり着き彼と対決するも、圧倒的な力の前に打ちのめされ勝ち時ロックシードを破壊されてしまう。しかし直後に彼を殺害したレグエに怒り自分の手でロックシードを復活させる能力を発揮し、極みアームズの力を持って倒した。もうこの時点で普通の人間とは言えなくなってるんだぜ。ヘルヘイムの植物も操ってるからね、見た目が人間なだけで立派なオーバーロードだよ。でも、これでオーバーロードの脅威は去ったんだぜ。
そうだけど、彼らがいなくてもヘルヘイムの植物は侵略してくるから、どっちにしろ黄金の果実がいるんだよね。結局、黄金の果実をめぐってミッチと戦うことになるんだぜ。コウタは自身が重傷を負いながらもミッチも許すことで、二人の戦いは終わるよ。でも、コウタが重傷で眠ってる間にカイトはオーバーロードに目覚めて世界を破壊すべく動くんだぜ。第45話ではタノミナミもすでに人間ではなくなったことを悟られ、すでにヘルヘイムの森の実の実を美味しいと感じる味覚にまで変化してしまっていたことをアキラに明かす。その際にごめん、俺もお姉ちゃんの手料理、食べられなくなっちゃったと謝罪、悲しむ彼女に先に脱出するようにと促し、カイトとの最後の戦いに臨む。激闘の末、カイトに勝利したコウタ。死に際のカイトにその強さを問われた際、守りたいという思い、見捨てないという誓い、それが俺の全てだと涙ながらに答えた。なぜ泣くとカイトに問われ、それが俺の弱さだとしても、俺は泣きながら進むと答えた。カイトもまたそれを認め、お前は本当に強いと称えて息を引き取った。この戦いを通して二人が真に強さを認め合うのが最高すぎるんだぜ。挿入歌が流れながら、戦う二人の姿、いいよね。勝利者となったコウタは、前から黄金の果実を手にし、始まりの男となる。地球を作り変えることを迫るサガラに対し、それを拒否。その力をもってヘルヘイムの植物すべてを未開の星へ送り込み、一から世界を作り上げるという予想外の選択を突きつけた。きっとコウタとマイがいる限り、ヘルヘイムが別の惑星を襲うこともなくなるんだぜ。そうだね、コウタはカイトにも認められた優しさを持った強い男だからね。最終回ではコウガネを倒すために一時的に地球に帰還。決着をつけた後はミツザネに俺は元気だって伝えといてくれと姉への伝言を頼み消えた。二人のわだかまりが、完全に了解した瞬間だった。二人が打ち解けてミッチがみんなとまた溶け込めるようになったのはいいが、誰もコウガネのことを覚えてないのは面白かったんだぜ。会う人それぞれに誰だこいつって言われて、やっと自分のことを知ってるコウタが現れたら、金メッキ呼ばわりだもんね。金メッキが本物の金に勝てるはずもなかったんだぜ。最後にオレンジの花言葉だけ紹介して終わるよ。どんな意味なんだぜ？オレンジの花言葉は優しさ、寛大、純粋だよ。コウタの性格にぴったりなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。